箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟関東学連は5日第101回大会来年1月に3日以降の参加資格について関東学生陸上競技連盟男子登録者とすることを発表した第100回箱根駅伝予選会昨年10月14日の参加資格は例年の関東学生陸上競技連盟男子登録者 から日本学生陸上競技連合男子登録者に広がり、全国の大学が参加可能だったが、第101回大会以降は従来の参加資格に戻る。第100回大会では編成されなかった関東学生連合チーム、予選開敗対抗の選手で編成、については継続審議中となった。写真、第99回大会の1区で大逃げして話題になった学生連合。 新伝装育英大、関東学連は5日、有吉正弘会長名で、東京箱根間往復大学駅伝競争、箱根駅伝、第101回大会以降の参加資格について、と題した文章を発表。1月2日、3日の2日間にわたり、第100回箱根駅伝を開催させていただくことができました。 多くの皆様のおかげで大会が無事に終了いたしましたことに感謝申し上げます。などと記した上で、第101回大会以降の参加資格について説明。関東学生陸上競技連盟加盟校所属の男子登録者で、本大会並びに箱根駅伝予選会出場回数が通算4回未満であるもの、予選会のみ出場の場合も回数に含まれる、に限る。なお、 出場とはエントリーした時点で出場とする、などと明記した。発展のあり方、としては以下のように説明した。一つの方法として参加資格を全国に広げることも考えられますが、それだけが発展のあり方ではありません。関東の大会として、さらに魅力あるものにしていくことが、相応ふさわしい発展のあり方だと考えます。事実として、 これまでの取り組みで多くの普及や発展がなされてきました。箱根駅伝があることで、関東の大学に選手が集まっていることは、周知の事実です。ただそれは、先人たちが箱根駅伝を魅力ある大会に育ててきた結果に他なりません。その結果、関東の学成長距離界のレベルが向上するとともに、箱根駅伝の魅力もますます増してきたものです。その事実を、 否定的に評価する必要はないと考えます。箱根駅伝は最初からお正月の風物詩だったわけではありません。関東の各大学と本連盟の先輩方の努力と創意工夫の積み重ねによって今のような存在になったものです。それを継承しながらさらに発展させていくことが本連盟の責務と考えています。もちろん発展のあり方については 運営方法もも含めててて今後も議論をして参りりたいと考えております第100回箱根駅伝の予選会には関東学連以外からは北海道学連の札幌学院大東海学連のスメラニ学館大愛知工業大中京大北信越学連の信州大関西学連の京産大立命大体系大放送大関西中国四国学連の関太平洋大 九州学連の日本分離大の11校が参戦した。ハーフマラソン、210975キロ、の上位10人の合計タイムで争われた中、関東勢以外としては27くらいの共産大がトップ。13位で通過した山梨学院大とは14分25秒差だった。